危ねえだろ。悪かったって。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ、うわっ、やっぱでっか。あれ生き物、あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。これ囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。ドクター素早い敵に隙のでかい体験はねえだろうが。お前だって体験しか使ってねえだろ。無事に済んだな。滑った。どちな、しつこい奴は嫌われるぜ。余裕で相手ができそうだ。だな。よっ、で調子いいじゃねえか。当然よっ。ノクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。食べて回復しろ。でっ、調子はどうだ。絶好調。マジか。パパパパン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 パパーンってか。随分上機嫌だな。蒸し暑いな。だな。なんか食べとかない？
かせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？今日のご注文は好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？これでいい？きっちり仕上げるからね。お待たせ、完成したよ。行くぞ。行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でも
その後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお。いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。
荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。いらっしゃい。そうか、無理はするなよ。ちょっといいかい。さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務め、カンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように、私は皆さんの住む地を訪れ、祈り捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くジェネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、なにそれ、テレ。はあ？ガーディナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あ、楽しみだな。休憩しようよ、休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。
よし。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで出ねえよ、それ。お小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。こちらからお選びください。倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。あ、いらっしゃいませ。かしこまりました。お帰りなさい。取れたてのお魚はいかがですか。またいらしてくださいね。参ったな。気になんなら受けてこいよ。全然気になんねえし。面白そうじゃねえか。じゃあお前が行けよ。俺は磨く必要ねえだろ。じゃあプロンプトな。船明日にはちゃんと出るのかしら。じゃあ次の機会。船明日にはちゃんと出るのかしら。船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって。
オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。うちの情報売っちゃう感じで。王子の旅って全然表に出ないけど、お忍びの観光とかしてんの？完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。次の後は、オートにお連れするの？猫？どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってる、減ってんのか。わかった、ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。お、いい感じ。こんにちは、ケニークローザーよ。クローズネスト。
おい、これ見てみろよ。どうした？じゃ、腕試しだ。ノクト、俺も腹減って死にそうだよ。うっせえな。釣れるまでキングスナーでやってていい？やめとけ、王子もふてくされる。たまには俺に釣らせろよ。ああ、今度な。
へい。よし。やったな、僕と。やったな、おい。どちらをお求めですか？ありがとうございます。またお待ちしております。
夜のドライブは危険だ。また出直そう。あ、休憩するか。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。光あれ。何のゲームの呪文だよそれ。今日はここまでにしたらどうだ。まず晩飯を食べないとな。
お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。なんだ、また早起きしろって怒られたのか。ああ、早起きできるようにか。ノクト、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こっちだ。どこだよ。トレーニングって何やんだよ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ？そんだけ？ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえさ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろう。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらう。どうだな。マジかよ、絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よー、スタート。グラディオのやつ早え。そんなんじゃ負けちまうぞ。しんど。へい、楽勝だな。なかなかやるじゃねえか。よっしゃ、やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にと思ったらそういうことかよ。まあ早朝の景色も
意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけえんだよ。やればできんだ。気をつけて。調子だノクト。ああ、エグルス、よっ、せりゃ、見直したぜノクト。ああ終わり、もらった。海鮮料理好きじゃなかったのか。あれだけでかいと味も落ちる。それともそこか。無事か。ノクトはそれなり、
ここは気持ちいいな。そうだな。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。ま、あんなノリの方が楽だわ。原石があるってのはこの辺りかな。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。
あ、あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。準備はできているか？ああ
着いたぞ。着いた。ガーディナにようこそ。だってルナフレーナ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。お腹いっぱい、よく食べたわ。この味も結構イケてたな。オルティシエならもっと。おー、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品、ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。今日は船が出てないんです。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろう。いや、運休か。ご苦労様。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。
あ、おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアが、ニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が、死亡。おい、待てよ。知らされていなかった。何がだよ、一体。調印式は昨日だった。そしてオートは、バカ言うな、俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことか。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ。ああ。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。
もう少し行けば王都が見える場所に出るだろう。帝国軍だ。このくらいなら片付けちまうか。ああ、蹴散らしてやる。もう停戦もなんもねえからな。
については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され消すな。ごめんいらねえよ。今どこに？外だよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。なんなんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。ああ将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ
将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるか分かんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。敵はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカい。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。面白いもん持ってんな。これのことか。帝国の奴らと戦った時に拾った。王都製の武器か。それともっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。んなのどっから。そこらへんだ。落ちてるもんから使えそうなのいくつか拾ってこい。なのよ。今日のご注文は？
また来てね。今日は何の用？また来てね。出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな、どうだろうな。ま、いつか戻ることになる。そうだな、すぐにとはいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってだろ。変えさせるし。ああ、必ずな。左に敵がいる。サンキュー。さて、どうする？正面突破。終わり。後ろは任せろ。先を急ごう。おう。前を見ろ。悪かったって。
休むか。うん。シドだな。ノクト、ちょっといいか。ああ、明日の朝頼みたいことがあるんだ。朝から？なんだよ。朝食作りを手伝ってくれないか。しょうがねえな。では明日は頼むぞ。今日はこれを煮込んでくれ。焦げないようにな。どうすればいい？時折混ぜておけば大丈夫だ。料理をするのはどれくらいぶりだ？忘れたな。いろいろバイトもしていたしな。ああ、あれは本当適当にやってたからな。それを料理というかは謎だな。お前が凝りすぎなんだよ。さて、鍋の様子はどうだ？もう少しかかるな。引き続き混ぜてくれ。で、なんで料理手伝ってくれなんて言ったんだよ。最近二人で話す機会がないと思ってな。何か抱え込んだりはしてないか？なんだよそれ。お前昔っから俺のことばっか気にすんのな。陛下に任されているからな。はいはい。さてそろそろいいだろう。ああいい感じだ。よく煮えている。少し食べてみたらどうだ？あ、うまっ。自分で作ると一段とうまいだろう。そうだな。少し自分でやってみようという気になったか？え？お前が作った料理が一番うまいし。お前ってやつは。久々にしてみた料理はどうだった？たまにならいいかもな。でも早起きは嫌だな。そう言うな。早起きはいいことが多いぞ。はいはい。じゃあ気が向いたらな。また頼む。だから気が向いたらだっつ。今日は助かった。そうか、ならよかったけどさ。あ、
はい。ああ、やっと当たった。その声、王子だろ。無事。俺、D の。ああ、原石の。正解、原石の。ちょっと無事な顔見たいからさ。時間があったら、ガーディナに来て。ガーディナね。ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしい奴が集まってるな。情報収集していこうよ。ノクティス様、ご無事で何よりです。モニカ、他の奴は？警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが。レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。
外から取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルチシには大勢の人が訪れ、ご遺体が見つかる。休む間もないよな。王と出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな王子、あの腕は相当なもんだぜ。油断はするな。おい、いきなり突っ込む気か。じゃあどうしろって。後ろから奇襲しろ。お前ならできんだろ。まったよ。おとなしくしてもらおう。誰を狙ってる。悪かったって。全員無事だな。先行こうぜ。墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃ分かんねえ。敵は厄介だな。
問題ない。どう？おい、俺を殺す気か？ついに。これお墓か。将軍は中か。さっさと先に行こうぜ。ああ。将軍、ようやく来たな王子。で、俺は何すればいいって？亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか？バカじゃねえの？王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる？お前は王の責務を託されたんだ。託したって？じゃあなんで言わなかったんだよ！笑って送り出しただろ！俺は！騙されたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は衆参あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明。ものについては今
ハンターの。を借りて探している。うーん、じゃあこれから行くのはキカトリーク塹壕跡、ゴーの奥に墓地の存在が確認されている。それやっ、無理だよ。ドクターがいると楽できる。今のは悪くなかったぞ、プロンプト。将軍に褒められた？浮かれるな。毎日鍛錬するといい。ああ、はい、頑張ります。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。敵だらけだよ。それが突き進むか周りに大きな手を考えろ。ほら、無茶をするな。構えろ。いや、とどめかな。てやてや、来は、じゃあな。おい、気にするな、戦闘に集中しろ。いや、将軍、相手が悪かったな。状況は心配してる。よし、臨機応変にな。グラディオ考えた。うん、せや、こんな、うわ、えい、どうだ。ありがとう。一気に攻めるぞ。よく攻め切ったな。ありがとうございます。恐れ入ります。魔導アーマーか。強さは中の下よりも少し上か。一言で、まあまあだ。将軍、あいつを倒したらなかなかのもんだよな。フン、いけるか。力を見せてみろ。鉱石見っけ。前を見ろ。悪かったって。
王子、動向はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。了解。気をつけてな。よし、行こう。無茶す。な、見て。扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもしれない。あ、なんだろう。コード、こっちに。見てる。何と繋がっているんだろうな。発電機？そうみたいだな。あ、かかった。お、明かりがついたな。よかったよかった。なんだ？天井、ここで死にたくないな。長居するのはよそう。で、やだね、その音。なんかあってそう。曲がり角から。あー、ビビりすぎだ。ふん。あっ、今の見た？なんか諦め悪いね。開かないって。すいません、誰かいますか？ここも鍵かかってる。この先に何かありそうなんだよな。気になるか。あれ、確認は？行かないならそれでもいいが。やめとくか。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。なんだ？ちょっと明かり。行く。ああ、1分で行けるか？1分もいらねえって。くらえ！あっ！くらっか！せ、され！くらえ！くらっ！よっ！はっ！じゃあ！はい！じゃあ！よっ！はっ！はっ！終わりだ。おお！おい、俺を殺す気か。問題ないか。心配いらねえだ。発電機止まったのかな。仕方ない。先に進もうぜ。
あ、ここにも。ほっ。いっけー。ねえな、剣が崩れ。俺にはこれで満足だろ。さすがだ。よし、完璧。なんもない。君がありな。うわ、せっかくやつ苦手。得意なのあんた。それあんまりない。気ぃつけろよ。うわ、揺らってナイフを投げに行く。それならどうだ。ほら前を見ろ。ああごめん。調子いいじゃねえか。当然無事だな。はいはい、行くぞ。こっちから行けそう。なんかいそうだ。油断するなよ。死んだ人の霊がさ、成仏できなくて今も。うん、まただな。ここもダメと。確か、うわっ。どうした？何かいんの？どうもからかわれてるみたいだな。なあ待って。の？俺が合図するから1、2、3。ダメだ、鍵かかってる。聞いてます？おーい、関係ないか。じゃあしつこいね。別の道を探すぞ、ノクト。今度は何？こっちから聞こえた？あれ？どうした？さっきは何もなかったのに。あー、めんどい。油断禁物ってね。ああ。
示ある？適当に頼む。わかんねえよ。で何よりだ。あれ？なんだ？昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方、実際さ使ってみてどう？いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。
出たか。くたばったのかと心配したぞ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越しての依頼だと思う。まずは話を聞いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。頑張りますか。ああ、うん。はっ、よし。何やってんだ俺。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。
行き出すか。まず晩飯を食べないとな。ここ敵だらけだったよな。行こうぜ。あ、キャンプにするか。
準備はできているか。あ、よし行くか。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入ってる。ノクト、買い物は必要な分だけにしておけよ。分かってるよ、お前は俺の母親か。分かってるならいい。あ、王子、おーい、おーい、休憩してるの王子。そんなとこ、また何かお使いか。そういうつもりじゃなかったけど。でも忙しいんだろう。うん、だけど今日はちょっと別仕事、これから外に行こうかと思って。面白いものを見つけたって情報もらったんだ。なかなか手に入らないワックス、レガリアに使えそうだから取りに行ってこようと思って。なら俺たちで行くわ。え？レガリアに使うんだろ。そのつもり。じゃあお願いしようかな。探すのは手間がかかるかもしんないけど。手間？落っこちてたのを見かけたって話だからさ。落ちてるのを探して拾ってくるってことだよね。そうなるな。感動。それ最初はシドニーがやってくれるつもりだったんでしょ。俺頑張ろう。よし、行こう。イグニス、行くぞ。すぐ行く。ひとかに言っとくか。まあな。よし、完璧。
腕試しにでも行ってみない？言うじゃねえか、プロンプ。ま、俺はどっちでもいいぜ。よし、くらえ。ほっ、いくよ。はいよ。お前の背中は俺が守ろう。頼りにしとくわ。うわっ、どこ。すりゃ、ドラッパー。すっ、うりゃ、ふっ、とどめ。大丈夫か？ああ、なんとか。やめ！これくらいなら大丈夫。ああ、クラプト、グラディオ、危ない。少し早めに終わらせたかったな。なんだ？ふっ、あんたたち車持ってたよな。ああ、食材の仕入れを頼めないか。なんで俺が？まあ、シドさんが。シド、何でもいいからお使いをやらせろと。いろいろあって帰れないんだろ。まあな。だったら外の世界に慣れろってよ。頼んだもんはなくても困らないが、持ってきてくれりゃ助かる。よろしくな。よう、調子はどうだ？やるな。今日はどうするんだ？倒してきてくれるのか。よろしく頼む。準備は万全にな。またジージの試練か。シドも厳しいね。心配されているんだな。根性叩き直してやるって感じか。案外外には使えるもんが捨ててある。うまく見つけてこいよ。あ、you
よし、組み上がるまでちと待ってな。これだ、後で感想を聞かせろよ。またいいの持ってきたじゃねえか。よし、こいつ。王との時は中の甲斐が利かねえ。しっかり持ってきたな。任せな。うまく使いこなせよ。改造か。いいぜ。改造か。いいぜ。おい、帝国製かよ。何でも拾ってきやがるな。外の品揃えって違うな。そういうもんか。の前を見ろ。悪かったって。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。それどてめえ。どてもらった。行こうぜ。ああ、うん。ロクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュー。の前を見ろ。悪かったって。こいつらもやっちまうか。 RPG だったらレベル上げに最適って感じだね。出たな、オタク発言。うっさいな。レベルアップは大事なんだよ。ちょうどいい相手だね。決まりだ。そりゃラディオ頼む。頼りにしてるぜ軍師殿。あ、状況は心配する。とどめ。よしよ、臨機応変な。せりゃ見直したぜ、ノクト。あ、よっ。へへ。
こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。いや、俺だけ行くとかないでしょ。くやノクト、手早く済ませよう。魔導兵だ。ネタ、チャンスに。一旦逃げる。ウリア。これ囲まれたらヤバそうだね。油断するとやられるぞ。よっ、一体誰を狙ってる。ノクト強。まあな。終わり。その調子だノクト。ああ、これならどうだ。それ、先を急ごう。ああ、腕が鳴るぜ。突っ走るときは一人で。いちいち水差すんじゃねえよ。一掃するぞ。頼りにしてるぜグラディオ。期待だ。こいつらは食材になるから貴重だ。今夜は楽しみだな。危ねえ。ふっ、俺だ。てやあ、グラディオ。いや、さあ、よっ、てやあ、ふん、よっ、死ぬんじゃねえぞ。俺だ。苦戦したからな。
おいドクト、上だ。これ囲まれたらヤバそうだね。ドクター、悪い。これならどうだ。それプロット、はいはい、くらえ。エグニス、主人オーレ。遅れるなよ。死ぬんじゃねえぞ。はい。ドクター、帝国軍のためだ。終わり。心配ない。
一気に片付けるぞ。早く終わらせ。エグルス、シャルラ、これならどうだ。ウリよし、頼んだ。グラディオ見えてる。ちょっと、おい、悪い。危なかったな。しんど。無事で何よりだ。鉱石見っけ。へい。あ、ああ、爺さんの指令だ。さすがだな。ここら辺のことなら聞いてくれ。気に入ったならまた来てくれ。あ、
おい、帝国す。上機嫌だな。先を急ごう。おう。ここまでにしたらどうだ。
情けねえ。ヘロヘロ王子だな。じゃあ名前それに変えるわ。どうだ。そりゃ手加減はしねえよ。いけるか。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。行くか。よし行くか。調子はシャキッとしろよ。ああ、準備はできているか。あ、
何か声が聞こえた。よし、歩いていくか。注意してくれ。はい。せい。やっと。もらったな。打ち切って。やっ。これで満足だろ。指示。仕掛ける。行けノクトン。はいよ。正直ぬるいな。写真でも撮ったぞ。でや。よっ。はい。よし。はい。ノクト。よっ。それ。よっ。よっ。やっ。はい。素早いな。あれ。ブラッド。よし。よし。やったな。心配するほどじゃない。よし、臨機応変にな。行こうぜ。ああ。うん。てめえ。わあ。
綺麗な色してんな。将軍ってやっぱ強いんだね。準備はできているか。あ、よし、行くか。止めてくれ。わかった。この辺歩いてみんの？大自然ってのは気分が上がるな。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。行くか。ああ、頼むわ。
綺麗になったよ。また道を封鎖されたら面倒だぞ。ゆっくり見てってください。ありがとうございました。また来てください。ノクト、これ見てよ。どうした？暇してんのか。レガリアの個体シドニーに頼みな。準備はできているか？あ、車はここに置いていこう。
美人だし趣味も合うっていいよね。今度は誰との妄想だ。もう用もなくハンマーヘッド行きたい俺。気分転換にはなるな。準備はできているか？あ、今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。お待ちしておりました。将軍から話を。これが基地の内側へと、比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。準備はできているか？あ、行こうか。モニカって強いの？俺やグラディオと同じボート警護隊だ。今イリスについてるダスティンは二人とも親父の優秀な部下だぜ。ボートにいた奴に会うってのはなんか心強えな。さてどうする？
ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私。じゃあ行ってくるわ。人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らす。心配は作戦の幅を狭める。まあそうかも。くらいは優に倒せなければ仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも一人終わりにならないようにな。
てきた。将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルか。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。うまくいったな。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心。
したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ、やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナフレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃないか。確かメテオで動いてるって街だよな。
六神の話の？ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。の、あ、電話？はい。もしもし。イギリス？ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとか。レスタルムの町まで私たち、ここの。あ、待ってるね。イギリスか。タグ、兄貴。王子の声も。彼女はレスタルム？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい。レスタルムは後回しか？まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。